すぐに桃田さん誕生日、清野茂樹です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いよいよ来ましたね、桃田さんが、ね、夏のピークをここに持ってくると宣言されてましたが、はい、誕生日にピーク持ってくるんですか。そう、お具体的に何か言ってましたね。そんな忘れてんじゃん。無理だよ、もう持ってこれない。石原秀夫です。友達がお祝いしてくれる。どうぞよろしくお願いします。今日は七夕ですけども、あの七夕の動画見たんですけども、あれ石原秀夫以外に誰の記憶なのかとか、そんな感じですけどね。でもなんかピンクサロンの店員さんとかに捕まって、それで警察に通報されて、病院送りにされてしまうとか、トランペットとか、盗まれたらしいんですけどね。はい、ということで今日はこのテーマでお届けしてまいりますよ。はい、皆さん放送の実況ツイートもよろしくお願いします。一緒にカウントダウンを楽しんでいきましょう。はい、それでは桃色クローバー Z の鈴木、ピンクサロンの店員さんとかが出てきて、それで警察に通報されて、それで入院させられちゃうとか、で未だにトランペットも返してもらってないしとかいう感じですけどね。私2人の子を持つパパ次郎と申します。最近家族のためにスズキのスペーシアを選びました。まだ心見ちゃったか。ちょっと遠出したしな。室内も広くて気持ちいいし、なんて新車のアピールはまあいいか。でも本当に七夕の動画とか見ると、石原秀夫の記憶なんじゃないのっていうような感じもするんですけどね。ようこそ平塚七夕祭りへとか、堤とか牧野とか出てて、石原秀夫映画とか見てると、すごいいろんな映画が出てくるんです。今ラジエーションハウスとか出てきて、ラジエーションハウスとか、その他にもハリソン・フォードさんとかインディアナ・ジョーンズとか出てて、インディアナ・ジョーンズとか見ましたけど、80歳なのにすごい
活躍してましたとか、空も飛ぶし、電車の上にも登るし、馬にも乗るし、海の中にも入るし、イタリアとか行ったりとか、トロッコに乗ったりとか、すごかったですけどね。80歳でやったとかいう感じですけども、シルベスター・スタローンさん、エクスペンダブルズとか出てきまして、すごい大スターの共演ですよね。でオードリー・ヘプバーン、シャロン・ストーン、ガラスの塔とか、氷の微笑とか、タイタニックタイタニックとかもやってたし、美女と野獣とかもやってたし、ミスター&ミセス・スミスとかも出てたし、プリティウーマンとかも出てますからね。トム・クルーズさん本当にすごいとか、トム・クルーズさん、あのトップガンとかでも、今毎日ね生活を送ってるんですけども、あの、ね、毎日テレビがね来るんですよ。ほとんど毎日のようにテレビが来て、それがもう毎日来るんですね。本当なんですよね。で今このラジオで話してることっていうのは、全世界の地球上のあらゆるところまで伝わってるし、地球のアフリカとか、あのサハラ砂漠とか、そういうところにまで届いてるんですね。アメリカとかイギリスとか、あのオーストラリアとか、ドイツとかルーマニアとかロシアとか中国とか、そういうところまで
届いてるんですね。それなんで日本の芸能人は世界で注目を浴びるとか、石原英雄がいなかったら日本の芸能人は世界で注目を浴びないんですね。日本の芸能人だけがなぜ有名になっているのか、それは石原英雄のおかげじゃなかったら誰のせいでもないとか、なぜならば日本語とかわからないからなんですね。ルーマニア人とかロシア人とかが日本語話すんですよ。ロシア人とかなんで中国語喋らないんですかとか、中国語喋れますかとかいう感じなんですね。で、中国の人が世界で注目を浴びないとか、中国の俳優さんが世界で注目を浴びないとか、なぜなのかとか、ハリーポッターとエマ・ワトソンってTゾーンにいたサラのことなんですね。Tゾーンにいたサラがエマ・ワトソンになって、その後美女と野獣とかにも出て、ディズニーで映画化されてるんですね。では今から尾崎豊さんの I Love You を歌います。
love you 今だけは悲しいだ聞きたくないよ I love you 野場で逃れたどり着いたこの部屋何もかも許された恋じゃないから二人はまるで捨て猫みたいこの部屋は落ち葉に埋もれた木箱みたいだからお前は子猫のような鳴き声でキシムベッドの上で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように I love you 若すぎる二人の愛には触れられぬ秘密がある I love you 今の暮らしの中ではたどり着けない一つに重なりきていく恋よ夢見て傷つくだけの二人だよ何度も愛してるって聞くお前はこの愛なしでは生きてさえいけないと優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬようにそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬようにライブをやったんですけどももっと見たかったなとかもっと東京ドームでのライブ見たかったなとかでも今ハードディスクを保存してたんですけども
すんごい量なんですね。もうこれ5日目ぐらいかな、5日目ぐらいなのにまだ終わらないとか、もうすごいデータ量で、もうすごいんですね。今からエアロスミスさんのスバルリビオン H を聞きます。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界、イエーリビオン H、 リビオン Hリビオンエーシャー、リビオンエーシャー、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界、イエーリビオン H、 リビオン H、 リビオン H、 リビオン H、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。いつまでも美しい世界を一緒に見ようぜ。どこまでもいつまでも、どこまでもいつまでも、A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z、 数問定数、ユーゼネス、数分、ヒギミサ、トゥーゼン、セントラルフィットネスクラブ、ホーチ、ビル・ジャクソン、M J、スパイダーマン、マイケル・ジャクソン、北原、平田 K、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。いつまでも美しい世界を一緒に見ようぜ。どこまでもいつまでも、どこまでもいつまでも。
晴らしい世界を一緒に見ようぜ。ルイ。リビオン H。リビオン H。リビオン A 社。リビオン 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 A 社。平田圭ちゃんっていうのは、手紙をね、テレビ朝日ミュージックの作曲家だった時にね、毎週のようにね届けてた人でね、平田圭ちゃんで宇多田ヒカルさんに なれたとか、テレビ朝日ミュージックの作曲家だった時に平田圭ちゃんが手紙を出してたんですね。で、平田圭ちゃんは未だに活躍してるし、石原秀夫山田電機とかでピアノ弾いてますからね。平田圭ちゃん名曲作ってたんじゃないかとか、ドミソドミソドミドミソドミソドミラミラドミラドミラミラドミラドミファファラドファラドファファファラドファラドファソミソドミソドミソミソドミソドミソレソシレソシレソレソシレソシレドミソドミソドミドミソドミソドミ。平田圭ちゃん、
タリア協奏曲とか弾いてたらしくて、で、ベートーベンの嵐とかも弾いてたとか、ラファミレ、ラファミレ、ラファミレ、ラファレミ、ラソファミ、ラソファミ、ラソファミ、ラソミファ、レラレシ、シレシソ、ソシソミ、ミラミファ、ファラファレ、ミラミド、ドラドレとか、では今からドラゴンヒープロジェクトさんのニルバーナさんの素晴らしい世界を一緒に見ようぜを弾きます。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。Oh yeah。 素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。 Oh yeah。 素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に
みようぜ美しい世界を一緒に見ようぜ素晴らしい世界を一緒に見ようぜ Oh yeah 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 Oh yeahEV で出遅れたトヨタが今7000億円以上を投資する巨大トレンドとトヨタ自動車約7300億円に投資。
イタリア協奏曲、平田圭ちゃんが手紙を出してたんですけども、実際に芸能人でも平井堅とか、平井堅さんとかね、すごいかっこいいんですよとか、実際芸能人でも平井堅とか、あのね、いたとかね、平井堅さんとかね、ものすごいイケメンでね、あのね、いましたけどね。でも本当は矢田亜希子さんとか、なっちゃったのかなとか、矢田亜希子さんとか、では今からエアロスミスさんのアルマゲドミスアシングを歌います。Wonder if you see
家でなきしを愛サンガウェトギャザーアジャソノステージュイスモメフォエバーフォエバーエバー土壌のクローズマイ土壌のフォアスコザミスでエナドウォのミスセクジネバグリーノビージャスイビスネバグリーアシュミスでエナドウォのミスセアドウォのミスワンスマイアドウォのミスワンキースアジャソのビージュライフルジュJust like this アジャソのホージークローズヒヨハソクロークマン And just here in this moment For the lost time Yeah, yeah, yeah ドウォのクローズマンドウォのフォアスコーザミスでエナドウォのミスセクジネバグリーオビュージスイビスネバグアスミスでエナドウォのミスセアドウォのクローズマンアドウォのフォアスコーザミスでAnd I don't want to miss a thing Could you never dream of you Just see this never do I see this day And I don't want to miss a thing Don't want to close my eyes I don't want to fall asleep I don't want to miss a thingアドン、アドン、ドンゴのミスセマーティ、ドクダ、今から私が発明したタイムマシンに乗って1985年の10月21日まで、正確には1985年の10月21日までタイムスリップしてもらう。ジョージとドレーンに会いにが、なんだと、私の発明したタイムマシンが間違いだったっていうのか。そんな聞いてないぞ、知らんぞ。マーティ、今から君の頭の中を覗き込む。1.21 時間アウトだと、1.21 時間アウトだと、そんな聞いてないぞ、知らんぞ。マーティ、ドーク、ジョージ、ロレイン、僕は死にません。僕は死にません。あなたのことが好きだから、僕は死にません。元気ですか？元気があれば何でもできる。男の中の男、出てこいやー！ 1、2、3、だー！ホーリデイ、セレブレイ、
ホーリデイ、セレブレイ、If we took a holiday, took some time celebrate, just one day our life, it'll be so nice, everybody spread the word, we gonna have a celebration, all across the world, in every nation, it's time for the good time.Forget about the bedtime, oh yeah. One day to come together to release the pressure. Holiday celebration.遺産を残してください。遺産をソニーで残してください。内田有紀さんいつも出てきます。内田有紀さんがいつも出てくるんです。石原秀夫でした。